例えば新聞勧誘ですが、新聞勧誘に付き合う時間は何度も何度も、その都度断るのは それこそ面倒ですし、その都度断るのはそれこそ面倒ですし、気の弱い人ですと断りきれないこともあったりするかと思います。何より自宅に訪問されているので逃げ場がないことが問題であります。気の弱い人でしたらドアを閉め強引に帰ってもらうなり、そういったことにも精神的ハードルは高いと思われます。このように迷惑な個別訪問、個別販売に対しては一定の規制をかけるべきかと考えます。本人の意思に反して契約してしまう家庭もあるかと思います。本人の意思に反して契約が結ばれる可能性があると、可能性が少しでもある訪問販売は規制してしかるべきだと思います。行政は依頼があった家庭に対しては個別訪問を禁止すべきと考えます。 NHK の通勤人にしても、テレビないと断っているにもかかわらず何度も何度も訪れるテレビ通勤人ははっきり言って迷惑であります。年間の訪問回数を制限すべきと考えます。公共放送を歌っている NHK は、公共放送を曲がりなりにも歌っている NHK が世間の迷惑になることを行っていいのでありましょうか。NHK の個別訪問は禁止すべきと考えます。契約者数を伸ばしたいのであれば、 NHK は良い番組を作って契約者数を伸ばすのが本筋と考えます。昔から NHK は災害時に必要と言われておりましたが、それは時代遅れとなっています。民法でも代わりはできるでしょうし、そもそも今はスマホがあります。NHK は公共放送と言いつつ半官半民のいいとこ取りをしています。公共機関の顔をして、法人税などの免除など税制優遇を受け、公共機関の顔をして受信料を強制的に受け取り、その一方で一般企業の顔をして、一般企業とはでも一般企業とは一般企業の常識とは全然かけ離れた給料を受け取っております。平均給与2800万も NHK 職員は受け取っております。これはいくらなんでもやりすぎかと思います。強制的に受信料を受け取り、自分たち NHK 職員の私服を肥やすのはいくらなんでもやりすぎです。 NHK はもはや公共機関としての手を成しておりません。国民の皆様には、個人的には NHK に対して
受信料を払っていただきたくございません。 NHK と契約しないでいただきたい。 NHK とは契約せず、 NHK とは契約しないでもらいたいです。私が葛飾区区議会議員になった暁には、私が葛飾区議会議員になった暁にはこういったこと、 NHK のについての啓蒙活動を行い、条例案などの制定に向け努力していきたいと思います。